パリオリンピックスケートボード女子ストリート予選28日コンコルド広場パリオリンピックスケートボード女子ストリート予選で日本の10代トリオの吉沢蓮14赤間リオン15中山風奈19が3人揃って予選を突破した画像予選を全体1位で突破した吉沢恋14オリンピック初出場の吉沢恋が258.92位で全体1位 同じく赤マリオンが257.99で同2位。2021年東京オリンピック銅メダルの中山風奈が245.52位で同5位に入り、3人全員が決勝進出の条件となる上位8位以内に入った。オリンピックス .com によると、パリオリンピックのスケートボードストリートの競技形式は、約45秒間のランを2本行った後に、 ベストトリックを5回行うのは東京2020と同じだがパリ2024では採点方法が見直された。東京2020ではベストトリックとランの個々の得点は0点から10点までの間で採点され、どちらの得点かによらず高得点4つを合計したものが総合得点とされた。パリ2024ではそれぞれが0点から100点の間で採点される。そして、 日本滑ったランのうちのベストスコア0から100点に5回のベストトリックの中からベストスコア2つを加算した0から300点が最終的なスコアとなる2021年の東京オリンピックでは西矢椛当時13歳が金メダルを獲得日本時間29日午前0時からの決勝で日本勢連覇に期待が集まる